はい、どうもパチオです。今日はね、なんか最近ではね、あんまり見てなかったんだけど、久しぶりにね、なんかおすすめのとこにね、歌えるの動画がねアップされててね、それでその替え歌の中で、そのユタボンに彼女ができたという。ユタボン覚えてるかな、みんな。1年ぐらい前に有名になったんだよね。小学生 YouTuber で、少年革命家のユタボンくん。ねえ、みんな覚えてるかな。まあ、僕はね、大好きで時々おもちゃにしてるんだけど、ユタボンくん彼女できたって、もうがっかりだよ。お前何彼女できたなんてね、そんな人並みのことやってんだよ。お前革命はどうしたんだ、革命は。なあ。そら小学校の4年生、5年生、彼女ができたなんてさ。まあ、うちの弟が小4から彼女がいたっていうのも結構びっくりだったんだけど、今時の子はそうなのかね。だいたいそのね、みんな彼女作ろうとするじゃん。ねえ。ユタボンくんもそんなロボットになり下がったんかね。僕としてはね、もっと波乱万丈で楽しい人生を送ってほしいなと思うんだけど。ねえ、そんな年から、その女の死に惹かれて、どうすんねん。なんかね、死んだらあかんみたいなこと言っとったけどさ。いや、まあ結局ね、そのね、恋愛沙汰みたいなね、なんか面白みに欠けるな。もうちょっとね、まあそんなこんな言ってるけどね、まあ、簡単に言えばね、小学校4、5年生のやつに彼女ができたりしてるね。まあ、学校も行ってない。それでも彼女はできる。みたいな。そんな状態の中、41歳童貞で、彼女なんかいたことがない。彼女いない歴イコール年齢でもあるからね、同時に。まあ、今後もできる予定なし。まあ、そんな僕なんで、目いっぱい悲願出ますよ。もう、ね。ユタボン。まあ、今後、な。いろんなことを彼女としてみたくなるだろうけどな。バレんようにやれよ。一応、な。年齢を若すぎるうちにやるとな。犯罪だからな。その辺はな、革命起こしてな、ちゃんとルールとしてやっても合法なようになってからやるべきだぞ。って、そんなこと言ってるけど、これ大丈夫なのか。いや、ちょっとこれで一ネタ喋ろうと思ったんだけど、まだ3分半ぐらいしか喋ってないよね。まあでも、もうこれ、ね、もうこれで終わりにしたいと思います。以上、パチオでした。バイバイ。ああ、羨ましいぜ、この野郎。